鹿児島町駅にやってまいりましたけども、はい、突然なんですがりんちゃん、はい、今まで付き合った人数は何人ですか？付き合った人数、うん、ピー入れてほしいならピー入れてって言って別にいいけど3人です。ほーちょっとね、今日は鹿児島の学生さんたちがどれぐらい恋愛事情を持ってるか、はい、どれぐらい付き合ってるかを調査してみたいと思います。はい、行ってみましょう。2人おいくつですか？13歳。13？ 付き合った人数教えてもらって。付き合ってないよね1人。あら、早いね。でも今で1人って遅くないうち。そう。何年生の時ちなみに？中1から中2に数ヶ月。お姉ちゃん2人。おい、気まずいな。気まずい。何年生の頃？中1の2月と、うん、2月、中2の4月。4月限定だ。なんで別れちゃったの？なんで？浮気。あ、気まずい。何歳ですか？19です。19。はい、19。あ、誰、ちなみに鹿児島出身、どっから来たの？奄美からです。奄美、どこから来た？阿久根です。阿久根。じゃあ一人暮らしの2人とも？いや、寮です。寮、門限とかある？はい、あります。あるんだ。じゃあ聞くね、もう付き合った人数。1人です。1人。ゼロです。ゼロ。2人の年齢教えてください。今18歳です。18。9です。19。お二人の付き合った人数。付き合った人数、うん、めちゃくちゃ数えるやん。3人。4か5。何人そのさ。なかったことに。かわいそうな子が来るんじゃん。4か5と3人。ありがとうございます。いい子たちやな。めちゃめちゃいい子たちです。愛想すごい。でインタビューさせて。何年生ちなみに？1年。付き合った人数。1、2、3か2です。おい、5。おい、僕1です。1。何年生ですか？高1です。高1だ。付き合った人数。お、あ、1人。今1人。今の、あ、今付き合ってる人、はい、あ、長いんだ。じゃあ1人です。1人、はい。おお、お姉さん、お姉さん、すみません。付き合った人数。1人です。マジ、はい、最高なんだけど。お姉さん付き合った人数何人ですか？今まで付き合った人は何人いますか？僕は3人。うおー、だいぶすごい。3人。高1で？高1で。やってんねん。いや全然やってない。僕は4人。おえ、超えてきた。え、その 4人3人のうちキスしたの何？1人。はい、まあまあまあ、そうか。僕も1人。1人。あ、それは高校になってから？高校になってから。ああ、はい、高校になってから。はい、僕も。あ、付き合った人数を教えてください。あの2人は正直に答えてくれた全部。僕は2人。2人。ゼロです。ゼロ。お二人おいくつですか？今20です。20。19歳、はい。あ、もうじゃあ同い年だ。同い年。同い年。今まで付き合った人数を教えてください。待って、そんないないです。4。まあそんなことないんじゃない？お姉さん。私も5人とか。5人。え、これ何ですか？え、それユッキーに教えられない。あ、教えられないインタビューなんで。ユッキー今なんでここに来たの？僕今バイト帰って、うん、でたまたまって感じです。ほら、付き合った人数はゼロですね。ユッキーが？はい。そんなバカな。いやゼロです。え、女の子と手つないだことは？うわ、まあ、あの、何ですっけ、あの、ダンスのやつ。フォークダンス。フォークダンスとかはもう
すごい。いろんな20代が。いろんな20歳が。